こんな風に、裏地と表地を合わせてロックミシンをかけました。このロックミシンの端っこの部分はこうニットの縫い閉じ針とかの穴が大きな針を使って端っこに通しておきます。このように通ったら余分な糸をカットします。これを全部の角っこ分処理してしまって、そこから1枚の布として扱って縫っていきます。